7月27日から8月29日までボートレース浜名湖内の3ホールでボートパーク浜スポスポーツフェスティバル in ボートレース浜名湖が開催されました。これは東京オリンピックに実施される種目を体験できるイベントで、さまざまなスポーツアトラクションで楽しみながら学ぶことができるものです。期間中は行列ができるほどたくさんの子どもたちが来場しました。体験できるスポーツアトラクションはご覧の10種目、5種目以上参加すると記念品のプレゼントも。バスケットボールのアトラクションは9つのゴールを狙ってシュートします。野球、ソフトボール体験は9枚の的を狙うストラックアウト。女の子も挑戦。なんと2枚抜きを達成。本人もびっくりです。ボクシング体験は30秒間で何回パンチが打てるかを競います。みんなすごい勢いでパンチを打ち続けます。こちらはアーチェリーシューター。空中に浮いた球をアーチェリーで狙います。初めて体験するアーチェリーはなかなか難しい様子。難しいこれ。また体力測定コーナーでは握力、垂直跳びなどボートレーサー適性をチェックできます。その他、キックターゲット、走り高跳び、パターゴルフ、卓球、高い壁を登るスポーツクライミングなど、子どもたちは楽しみながらスポーツを体験しました。また本物のボートも設置されました。どうだった？楽しかった。お尻が痛かったです。どうして？ぶつかっちゃって楽しかったです。すごく楽しかった。楽しい。楽しい。アーチェリーとかパターゴルフとか走り幅跳びとかやりました。楽しい。たくさんの子どもたちがスポーツと触れ合ったボートパーク浜スポ。ボートレース浜名湖はスポーツ文化の発信基地を目指します。